安倍山椒魚は、両性綱、優美目山椒魚か山椒魚をに分類される、ユオ類。日本固有種模式標本の産地は、長鮮村。多くの分布域は1990年代以降に、発見され、2004年に、石川県、2006年に、福井県霊南若狭地方からも、新しい分布域が発見されている。 全長酢1 0 7ンチメートル、メス9 6センチメートル。体側面に入るシワは左右に12本ずつ。尾が著しく側偏する。背面は暗褐色で、覆面は淡褐色。上角中央部に並ぶ歯の列はアルファベットの U 字上。四肢はやや短く、胴体に沿って前肢を後方へ後足を前方に伸ばしても1から2。 あばら条文の隙間があり接することはない。あとは5本。卵納の表面に入る、縦じわが明瞭。弱霊個体には青白色の斑点が蜜に入る。オスは尾がヒレ状になる。低地にある林内や林園に有水がある虹林に生息するが、京都府の一部や兵庫県では産地の根光林にも生息する。クモ、ミミズなどを食べる。妖精は、 接触動物、関係動物などを食べ、共食いも行う。繁殖様式は乱生。11月中旬から下旬に、落ち葉や枯れ木などが堆積した流水からなる水たまりや、溝などに26から109個の卵を1体の乱農に包んで産む。卵は2月に孵化する。多くの妖精は7から8月に変態し幼体になるが、妖精のまま越冬する個体もいる。 生後2から3年で生成熟すると考えられ、オスは生後4年メスは生後6年以上の個体が繁殖に参加することが多い。以前は食用とされたり薬用になると信じられていることもあった。農地開発や道路建設やスキー場、ゴルフ場開発などによる生息地の破壊、ゴミの不法投棄などにより生息数は激減している。 ペット用の密漁も懸念され、人為的に移入されたアメリカザリガニによって陽性、アライグマによって生態が捕食されている。2004から2008年における石川県での生態の生息数は200頭以下と推定されている。1995年に種の保存法によって国内気象野生動植物種に指定されている。2006年に 京丹後市内にある丘陵が、全王子長岡安倍山小魚生息地保護区として、生息保護区に指定されている。兵庫県豊岡市内にある大岡山の南東部が、大岡安倍山小魚生息地保護区が指定されていたが、2018年に一度解除、された後に範囲を拡大して、再度保護区に指定された。種及び模式産地が、京都府の天然記念物に指定されている。 絶滅危惧 i l ありがとうございます。